鶏もも肉と卵の煮物を作ります。ちょっとこれは試作です。この中にいろんな調味料が入ってて、本当はスライスの生姜を入れるんですけれども、ちょっと救済しなければならないあの生姜の絞ったのがあったので、今回はスライスではなくチューブの生姜を1本入れました。でこれで5分煮込みます。小豆はすごくいい匂いがしているので、もうさっきから気がかり気になっちゃってずっとここにへばりついてます。さっきちょっと別の料理で白菜を切ってたんですけど、白菜を洗う際にわざとじゃないんですよ、ポロンと下に落としてしまって、もうすかさず横にいてたんで食べられてしまいました。塩何も振ってないので大丈夫だと思います。もうすぐ晩御飯も近いからね、そわそわしてるんやろね。いい香りしてきたし、でも味付きのものはあずきちゃん食べれません。はいはい、弱火で煮込みまして沸騰してきましたので、この後卵を入れていきます。卵です。じゃあちょっとぶっつぶれてますけど、わやばいわ、お卵が滑る。本当は卵4個って書いてあったんですけど、ちょっと救済しないといけない卵ちゃんがいてはるので、もう全部入れます。でこのまま卵をあんまり煮すぎると硬くなってパサパサになるらしいので、このままちょっとこうお肉の間に押し込むようにして入れていきます。蓋をして5分煮込みます。弱火です。では5分後、はい、5分経ちましたので、蓋を開けてみたいと思います。オープン。よいしょ。で、この状態で卵にこんだけ茶色い色がつきましたので、ちょっと上下をひっくり返して卵が怖い怖い、はい、全部小麦色に仕上げたいと思います。はい、でこの状態でまた蓋をして、でこの後火を止めましたので余熱調理です。30分間放置します。見えるかな、めっちゃいい色に仕上がってます。では切ります。